フリームファクシを新馬戦から見ていきたいと思います。デビューは2022年の10月に東京競馬場の芝2000メートルでのレースとなりました。まあ結果はですね、逃げて標的となって最後刺されて2着というような結果だったんですけども、どうしてもね、この馬はこの先もそうなんですけども、ちょっとね、幼い面があって、 えー、それは制御しづらい部分が、えー、ありますのでそれがねこの先もやはり鍵になってくるかなというふうには思います、まあ、この新馬戦に関してはその制御しづらさというのを、まあ、カバーするというか、まあ、全面的にあの行かせてあげるような形で気分よく走らせることを、えー、重視したような感じかなというふうには思うんですけどもまあ、この先ねこうちょっと控える競馬前に馬を置くような競馬でどうしてもこうちょっとね制御しづらさというのが、えー、出てきてしまいますそれがね、えーこの 馬の能力の高さというのをちょっとあの邪魔してしまっている部分があるのでここが改善された時にこの馬としてどれだけ強くなっていくかというのはとてもえ楽しみなえこの馬のねレースぶりかなというふうには思います。まあ、それでもねこのレースえー逃げてまあ2着に敗れてしまいましたけども非常に気分よくこの辺りは走れていますしあの特にねこの馬の特徴としては前半ちょっとこう希少的な部分がで力みなんか目立つんですけどもまあ中盤からはね あの機種の腕もあるかもしれませんが非常に気分よく走るケースが多いのでこのレースに関しても中盤以降はとてもリズムよく走れているなというふうに思いました。た、まあ、ただあの勝ったね えー、ミッキー・カプチードのえー、こう反応が非常に良かった部分もありますし、ここら辺まだねあのフリーム拍手もね楽な手応えで運んではいるんですけども、まあ、仕掛けてからこの馬りに伸び足は使えてはいるんですが、まあ勝ったえー、今ね外から今上がってくる白い帽子のミッキー・カプチードなんですけどもこの馬の反応が少しねえー、良かったかなというふうには思います。まあ、標的となった分とまあ新馬戦だったというところもありますし、まあ、前半の力みなんかもありますから、まあ、負けてしまったところはありますが大きくね失速せず最後 今ね、伸び足を使えているというところはこの不倫拍子の新馬戦からの強さの部分かなというふうに感じました。 2戦目の未勝利戦は11月に行われました阪神芝 2000m 内回りコースです。初ショート数ではありましたが、えー、内枠からの競馬で、ここはですね、新馬戦と違って、こう逃げる競馬ではなく、あえてこう控える競馬を教えるようなレースになりました。まあ、このあたりもで,はですね、こう頭を上げて結構力んで走,んで走っていて、まあ、この馬のやはりね、えー、ずっとこの後課題になっていく部分ではあると思います。 まあそれでもですね、この中盤ぐらいからは常にこうリズムよく走れているというのはおそらく川田騎手のこの腕なのかなというふうには思うんですけど、まだね、ここら辺はちょっと、あの、こう押さえはね、効、えー、かないような感じで、 えー、機種も結構ね。こう苦戦しているように見えるんですけども、もまあ、やはりねこう。カードの機種のえー、高機序もだんだんえー、見れるような形で上手にこの先もえー、この馬を導いているなというふうに、えー、感じます。特にこの中盤以降はね、えー、比較的、えー、リズムが良くなってくるのが。 えー、この馬の馬特徴でもありますので,でまた、えー、ここねちょっと最後ね、えー、直線入ったところで前にいた馬が少しつまずいたこともあって、えー、それをね、えー、こうちょっと避けるような形で少し強引に外に。 あの膨れるような、えー、そういった感じの不利を受けてはいました、まあ、それでもですね、えー、後半反応よく加速をしていますので、まあ、ここら辺ね今ご覧いただいても非常にもうリズムがすごい良くなってますよね、まあ、前半だけちょっと空いた形でね消耗してしまうのが非常に残念なんですけども、まあ、リズムよく走ると後半は、えー、とても非常にそのスピードをね生かしていくことができますでこの後前にいる黄色い帽子の馬が直線入ったところでつまずくのでそれをね避けるように外に大きく膨れてしまいますのでそこちょっと ご覧いいいたただきたいと思いますここですねでこれでちょっと慌てたような形で外に出していくんですけども結果的にここから仕掛けるような形になりますが、まあ、一度ちょっとねブレーキが入ってしまったんですけども、まあ、それでももうねあの楽な手応えで1枚上のスピードを見せているような感じで、まあ、溜めた分だけ余裕を持って伸びていったというような非常に強い内容で勝っていますので、まあ、この馬というところではこの前半だけが鍵になってくるかなと思います。 3戦目は中京で行われました1勝クラスのレース2000芝の 2000m です。まあ、ここを見ているともう早めに今これ外にこう出していくような感じがあるので、まあ、おそらくですねこう馬群の中でもまれるとか、まあ、周りにこう馬がたくさんいるというのを えー、避けたいといいととうううなな意思思があるのかなというふうには思いま,すまあここら辺もねやはりこう力みを見せていてあのずっとねこの馬の、まあ、一番ネックになっている部分ではあるんですけども、えー、そういったところをねこうなんとかしてこうカバーするには早めにこうバグの外に出した方が力が発揮できるのかなというのがこの一生クラスのレース内容からは、えー、特にね川田騎手の動きから見るとちょっと察するところではあります。 まあここはね、ちょっと川田騎手がどういったコメントを出していくかとかは、特にね、このえ耳に入れていないので全然わからないんですけども、あくまでも映像から確認する部分では、ちょっとそういった意識があるのかなというふうにはえ感じます。 まあそれでもですね、中盤以降は相変わらず、えー、こうリズムよく走ることができていて、その中で後半はきっちりとした伸び足、反応のいい足というのが使えていますので、まあこのね、メンタル面だったりとか、こういうちょっとあの他の馬を気にするような面だったりとか、そういったところがね、少しでもカバーできれば、まあ後半はこういった形でですね、 とてもこうリズムよくスピードに上げていくような競馬ができますのであの前半の部分の、ね、力みがこう,うまく抜けるような形ができるとより強い競馬というのはこの先見れる可能性というのはありますから、まあ、あの大きなねポカをする可能性もあるんですけども成長が見られた時にはですねこのメンタル的な成長が見れた時にはかなり強い競馬をする見せてくれるような可能性もある馬じゃないかなというふうには感じます。ここら辺もですね余裕を持ってて仕掛けて 余裕をを持っててて抜け出しいいくような足を使えていますので、まあ、前半あれだけねちょっと消耗をしながらもまだまだ動きに余裕がありますから、まあ、あのできればね包まれない枠,とこ枠でスムーズなレース運びができた方がより向いてくるのかなと思います。 重勝利となったラギ賞内目の枠2番枠だったんですけども、まあ、やはりですねこの一つ前の1勝クラスのレースの勝った時と同じようにこの前のね馬の内側に入れるとかではなくなるべくこう前の馬のこう外側に置いていきたいというような雰囲気が騎乗からは感じるので、まあ、内側バグの中でじっと足を我慢あのさせるというよりも まあいつでもこう進路を外に取れるような形で運んでいった方がこの何とかねこの気象の前半,的前半のこう力みを解消するにはこう向いてくるという風な判断をした気象なのじゃないかなという風には感じます。 まあちょっとね、やはりこう、力みはずっと前半から見れるんですけども、やはりね、それでも相変わらず3戦続けてですけども、このレースも終盤はね、中盤以降はこうリズムよくリラックスして走る競馬ができていますし、まあ、最後ね、これちょっとあの、馬場選びながらしっかり伸びた、伸びてはいるんですけども、結果的にこう、2着馬との頭差というような結果になりましたが、まあ、2着にね、追い込んできたオープンハイヤーも非常に強い馬ではありますので、 えー、ただねそれ以下は、えー、3着以下は大きく引き離していましたから、まあ、この馬としてはねこの、えー、しっかりとした伸び足というのをぞ存分に、ね、発揮できているというところでは、えー、高く評価できると思いますただまあ、えー、常にねこの前半のこの力みの部分だったりとかあの内側に入れた時にこうどうなのかというところがありますから。 あの頭数が揃った時には、まあ、川田騎手もおそらく早めに外に出したいというふうに道中考えている可能性がありますのでえこう包まれづらい枠の方がですね中枠ぐらいから内側に馬を見据えながら進出していくようなそういった例運びができた方がこの馬の良さというのは十分に生きてくるのかなというふうには感じます。 最後はオープンハイヤーに詰め寄られましたがしっかりと伸び足を使ってしのぎ切ったあたりはこの馬の後半までの伸び足というところでは強さかなというふうには思いました。 5戦目はサツキショーですここはですね前半、えー、これまでこう行きたがる面力む面を見せていたんですけども結構ねこうスムーズに折り合いをつけていましたこの時ね連騎手に乗り,上が乗り換わってたんですけどもこの辺りねこのかなりこうスムーズな運びができているなというふうには感じます。 ただね、これ、画面、えー、正面に切り替わった後に、横の馬とちょっと接触するような場面が、この辺りですね、ちょっとここら辺ね、えー、接触するような場面なんかもあったので、ここら辺でもね、こう、ちょっとカットするような感じも見せずに、結構、ちゃんとね、じーっと折り合いはつけることはできているなというふうに思いましたので、ここら辺、まあ、可能性としてはね、これ一つ、この、うちあの馬場がね、えー、渋っていたことで、こう、そういったところで、ね、こう足元を気にしながら走って、 いてまあそれが結果的にこう折り合いにつながったのかなというふうに、まあ、感じ取れる部分もありますしまあそれがね後半のこういまいちこう伸び足というところでもつな、えー、がらなかったのかなというふうな部分がありますから、まあ、こう両馬場になった時にですねどれぐらいまたこう前半でこう行きたがるような面なんかを見せてくるかというところは、まあ、まだまだねこう課題が残る馬だと思います。 まあここはですねこうちょっと結果としては伴わなかった部分もありますし、まあ、ちょっと、ね、内側で前半ごちゃごちゃしてしまったところがありますからどん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 こう位置取りを悪くしてしまいましたので、まあ、この馬としてはもう少しねあの早め早めのレース運びでこう早めにこう抜け出してこう力でねじ伏せるような競馬を、ね、ずっとしてきたタイプではありますので。 まあそういう意味ではねこうちょっとこの馬らしさというのがこう出せないままの競馬でほ、まあ、他の馬の、えー、が作ったペースに乗らされたようなレースでの差し込みになってしまいましたから。 まあここら辺ね、まあ、一応ね一瞬こう伸び足は見せるんですけどもちょっとこう伸びきれないあの良さがねこう見れないような感じにはなってしまったかなというふうに思います。まあそういう意味ではこうもう少し前々で自分の形での運びができれば、まあ、素質はね結構器はいいものを持っているもですので、まあ、課題はねまだまだこう力みが出てしまう心配というのはありますからそこら辺が課題かなというふうには思います。